はい、どうもこんばんは。皆さん昨日は、ゲリラ豪雨の、被害は大丈夫でしたかっていうことなんですけど、すごかったですよね。まあ東京だけか知らないですよ。まあ関東全体だったのか知らないですけど、夜9時、10時、11時ぐらいですよね。もういきなりゴロゴロピシャンピシャンドドドドドピャンみたいな。はい、ということで、なぜテンション高いんだって。あ、お酒は飲んでないですよ。そう、お酒は飲んでないんですけど、だってさ、1日経過して、まあ僕のことを、まあいろんな人が、まあブログなり、まあ5チャンネルで書いてくれてるんですよ。まあ僕はありがたいんですけど、なぜこうなった、なぜあなたはこう思ったんですかって僕直接聞きたいですよ。もうこれ笑いますから。あ、例えばこちらですね。はい、これは昨日の書き込みですね。はい、皮肉なことに、ついにオンリーユーが、X を動かしたとこれガチでそう思ってんのかなあ、今日この後紹介しますよ。まあ、X ジャパンのワールドツアー、再始動はどうなるんですかみたいなね、ツイッターでも、まあ、トレンドに上がってるんで、まあ、その件に関して、話していこうと思いますこれね、ガチで思ってるのかな通過、オンリーユーが、ヨシキに意地を話せた罠、通過、誰が歌うん、ついに、X も口パクか、通過、パクパクする人間さえ、おらんが、この際オンリーユーが、いいんじゃない、ヨシキが、2人いる X になっちゃうけど、オンリーユーって誰、プロなの、フリーターだよってことなんですけど、俺フリーターなの、違う無職そう、知らなかったの、どうやって生活してるか、生計を立ててるかって、だってさ、俺龍源さんと繋がってるから、そう、龍源さんの事務所からここの家賃ね、そう、数十万円を、まあ、家賃だけいただいてんので、 YouTube の収益でご飯食べてんの、そう、食費だけ、まあ、事務所からさ、稼ぎなさいとね、自分の力で稼いでご飯食べなさいと、そう言われてるんで、まあ、家賃の数十万だけはいただいてるみたいな。まあ、要は、龍源さんの、紐をやらせていただいてますってだってさ、こういうこと言うとすぐ書くやついるんだぜ、 あいつもしかしてさ、ほんとつながりがあるんじゃないかみたいなねえ、だってさ、そんなわけねえじゃん、X を動かしたってさはい、ということで、また後ほど、この件に関しては、話していこうと思います。で、今日なんですけど、こちらですね。まあ、昨日少し話しました。愛しの、クソメガネ、生ダダですね。ボリューム5っていうことで、まあ、今日の、21時、ちょい前っていうことは、21時、回ってもいいと思います。そう、超えてもいいと思います。それなぜなら、まあ、設定ミスだったりさ、遅れると思います。はい。そう、アリーと同じで遅れると思うんで、9時過ぎだと思います。で、懲りずに、ライブ配信やりますと、お時間のある方は、ぜひ、ご参加くださいと。で、今回の内容は、突撃、電話に再トライ、繋がらなかったら、ごめんなさいってことなんですけど、クソメガネさ、お前に言いたいのは、前回の動画見た？俺の動画。俺前回動画内で、3回目のライブ配信でさ、尊敬する先輩ね、尊敬する先輩と、まあ電話ね、突撃電話ね、電話で話しますみたいな、で繋がらなかったんだけど、あれ誰なんだろうなみたいな、あれ一体誰みたいなね、動画内で話したと思うんだけど、今回は突撃電話すんのまあ全然気になんないしさ、誰でもいいんだけどね。あと、まあ僕の YouTube のコメント欄にあったのは、よくクソメガネって先輩って言いますよね。で、その先輩って、まあ、ケンバーのことじゃないかみたいな、ケンバーが先輩みたいな、これどうなんだろうな。まあ、僕もわかんないですけどまあここ最近ね、まあ、ケンバーも紹介してないんでちょっと寂しいなっていうことなんですけど、今回どうします、クソメガネに質問って、質問なんかありますかね。オンリーユーと対談しましょうみたいな、日にち決めてみたいな、 DM 送ってくださいみたいなまたかよみたいな、オンリーユー俺知らねえよクスクスクスみたいなしつけえよって切れんのかなこいつなんかさ、俺ライブ配信ね、見直したんだけど、対談
え、先輩に聞いたら、まあ、どっちでもいいですけど、みたいなことをお前言ってたと思うんだけど、え、メリットあると思わない？何があって？だってさ、まあ、鍵盤もそうなんだけど、俺ここ最近取り上げてない理由っていうのは、これといって話題がないの。そう、ツイッター見てるよ。まあ、ついこの間誕生日だったっていうのも知ってんのね。そう、知ってるんだけど、これといってさ、話題になるような、もうネタもなければ、まあ、クソメガネもさ、まあ、毎日、まあ、朝走りましたみたいな。あとなんかくだらないポストしてんじゃん。そう、だから、話題になるような、ね、内容がないんだよね。それで、まあ、俺は、紹介してないんだけど、ただ一つ言いたいのは、これからどうしようと思ってんの。そう、誰か質問してくれると思うんですけど、なんかクソメガネさ、インスタから始まって、ツイッターやって、YouTube やって、まあライブ配信やってるわけじゃん。で、何をしたいの？ライブ配信をやって、たださ、フォロワーの方と雑談したいだけなの。雑談楽しみたいな、みたいな。俺の話を聞いてほしいな、みたいな。え、それだけなの？まあ、それだけだったらいいと思うんだけどさ、今後さ、まあ、今年なのか来年なのか知らないけど、ライブイベントを行うでしょ。そう、ライブイベントを行うにあたって、出演するアーティストの、まあ、宣伝もそうだしさ、ケンバーと仲良くやってんでしょ。そう、ケンバーと仲良くやってんだったら、名前出してあげてもいいんじゃないの？DPS って。ね、デッドポップスターズ、ケンジさんです、みたいな。で、俺、もったいないと思うんだよね。真面目に話すと。で、固定で、去年出演したシスだっけ？姉妹ユニットだっけ？で、固定で、ツイッターにね、ポストしてると、固定されてると思うんだけど、これもさ、しつこいように宣伝してった方がいいと思うんだよね。何のためにやってんの？お前のせい。だから、そもそもね、逆なの、順序が。ねえ、ライブ配信の前に収益化するんですよ。そう、収益化の申請を出して、それで通れば、ライブ配信をやるんです。で、ライブ配信で、まあ、コメントを読んでほしい方、いらっしゃるでしょ。で、全部読むことできないから、まあ、金だよ。金投げてくれた方のさ、コメントを取り上げて、誰々さん、なんとかなんとかって、読んであげりゃいいんだよね。そう、順序がバラバラなんだよね。だって、俺から言わせてもらうと、お前さ、1億持ってようが10億持ってようが破産するよ。ゼロになると思うよ。え、だってそうじゃない？ルナシーでさえ、来年の2月に東京ドームでライブ行うでしょ。で、もう今から宣伝してんだよ。告知してんだよ。で、松本さんなんて、来年の5月だよ。そう。今がもう10ヶ月ぐらい前から、もう宣伝してんだよ。告知してんだよ。もし、だからさ、この先、まあ、3ヶ月後、前の来年でもいいんだけどさ、ライブイベントやるんだったら、もう早くさ、せっかくライブ配信やってんだから、もう宣伝していかないと。ね、ケンバー出演するんだったら、ね、デッドポップスターズ、ね、90年代から活動してる、老人老害バンドって、ね、出演しますよ、みたいな。って思いません？ちょっと真面目に言いましたけど。あと言いたいのはね、お前どう思ってるか分かんないけど、俺 YouTube やってるから、もう伸ばすためにどうしても数字見るの。で、クソメガネのケンバーもインプレッションが落ちてんの。お前ら気づいてるか知らないけど。そう、インプレッションが落ちてるから、仮に先輩がケンバーだったら、まあ、やった方がいいんじゃないみたいな。ね。って思うんですけどね。まあ俺はどっちでもいいけど。やってあげてもいいですけどね。とは思うけど。あ、それとね、今日、まあ、先輩はいいんですけど、デッドポップスターズ。まあ、ケンバーと、仲くやってるわけじゃないですか。ケンバーはわかるわけじゃないですか。まあ名前わかると思うんですけど、クソメガネに DPS のメンバーの、名前言えますかみたいな。絶対言えねえよ。ケンバーしか知らないと思うよ。え、DPS のメンバーフルネームで、まあフルネームじゃなくても、名前言えますかみたいな。コウキさんみたいな。多分言えないと思うよ。言えないか、まあ読まないと思いますよ。はい、っていう感じになります。で、まあ、戻りますと、まあ、今日ですね、21時、ちょい前から、ライブ配信、第5回目になります。で、まあ、お時間がある方は、まあ、ご参加ください。で、まあ、同じことを言いますけど、まあ、僕は、見に行くことができません。はい、ということで、クソメガネの紹介は以上になります。で、次なんですけど、まあ、ブログの方から、紹介していこうと思います。
はい、どこの誰か分かんないんですけど、お借りします、よろしくお願いしますということで、これもさ、XJAPAN のワールドツアーが、YOSHIKI 新曲と弟と、Only You と、まあ、タイトル長いですよね。ちょっと、文章も長いんですけど読んでいこうと思います。つい最近、YOSHIKI が、実家の外で、寝てるのを見ましたが、道で寝るのが好きなんでしょうか。それじゃないって僕のやつですよね。つい最近、YOSHIKIが、X ツイッターに、X とだけ、つぶやいたことが、Yahoo ニュースになっていて、なんでやねんとか、なんやそれとか、意味もないのに、X って書き込むとは、しょうもないこと、すんなよ、ちょっと、腹立ったのです。そして、Yahoo コメント欄が、もう期待なんか、してませんからで、溢れていて、イラッと、今更もうそしたら X でツイッターが、やけに盛り上がってて、都市が都市として M ステに出たとか、ワールドツアーするとか、YOSHIKIが新曲を聴かせていたり、パタが、重大発表が、もうすぐあると、言ってたとか、ワールド、ツアーって、アルバムを出していくのが、普通なんだけど、とにかく、新曲があるらしいと。どうなんでしょうかね。ね、まあ信者は期待してますよ。ね、信者はあ X 動くのみたいな、そう、まあ変な期待してるんですよね。で、新曲も僕は詳しいことわかんないですけど、あ新曲ようやく聴けるんだみたいな、アルバムもリリースしてくれるんだ、ありがとう YOSHIKI ちゃまみたいな。お前ら裏切られるから。ね、釣りだからね、クソじじいのさ、あの X だけのさポストでしょ。あんなの釣りに決まってんじゃん。で、次ですね。オンリーユー、青年ヨシキ、コスプレイヤーですが、90年代を、愛し続けることしかできない、若者。まあそんな若くはないですけど、はい、90年代というか古いもの良くないですか。僕服とか、まあ曲とかもそうですよ。まあ車とかもそうなんですけど、古いの好きなんですよね。僕新しいもん好きじゃないんですよ。よくさ、近くに何か新しいお店ができましたと。飲食店でもいいですよ。その飲食店できましたと。で、すぐ行く方いらっしゃるじゃないですか。僕、全くそういうの興味ないんですよ。新しくできたからといって。もう、なぜなら、並ぶんで、人多いんで。そう。だから、新しいから、ちょっと気になるな、っていうのは僕はないんですよね。で、そのオンリーユー君の番組を見たら、番組 YouTube チャンネルですね、YOSHIKIの、弟のコウキ君に、2回も何か言われてて、僕見直したんですけど、クソメガネ3回取り上げてましたわ。そう、ありがたいことに、まあ視聴者の方が、もうしつこいように、あ、僕コメント見ましたよ。コメント見たらね、何回もさ、ね、対談お願いしますが、YouTube チャンネル見てください。参考になりますよ。面白いです。みたいな。で、書いてくれたと思うんですけど、ありがとうございます。コウキ、知らないです。見たことないです。僕は、裏のこと知ってますから。あ、被害妄想じゃないの、何か勘違いしてるの、この説があるね。オンリーユー君は、実は都市の会社が、雇ってる人で、YOSHIKIを誹謗中傷してるんだよ、という説。こういうことを書くと、また5チャンネルでさ、もしかしてみたいな。実はみたいな。だってさ、まあね、どう思うか勝手ですけど、もし僕が、龍玄さんの、まあ都市事務所に、まあ関係してる人物、ね、関係者だったらさ、まあクソじじいを、まあ下げる発信をするわけじゃないですか。じゃあ逆に、龍玄さんを、の評価を上げないといけないわけじゃないですか。ね、YouTube だろうが、Twitter だろうが、龍玄さんを主に、まあ取り上げていきませんか。僕がもし、ね、事務所の人間だったら、関係者だったら。でも僕の、まあ、Twitter もそうですし、YouTube もさ、クソじじいしか紹介してないわけじゃん。龍玄さんなんて、ね、名前出すぐらいじゃん。なんでだと思いますか？関係してないからだよ。雇われてるね、わけねえじゃんって。なぜそう思うんだろうね。で、2回目には、コウキ君は、オンリーユーク君と、僕と共演してほしいって、先輩と相談してみます。話やめようかな、怖いもん。先輩ってケンちゃん中の夢に出てきたで、トミー社長と、ケンジ社長ですよ。はぁ、ため息。そこは、和やかな、家庭的な良い夢でしたがっていうことなんですけど、トミー社長は、ツイッターやってます。で、日本に住んでないです。現在、香港に、在住しております。あ、本当ですよ。で、ツイッターの、僕たまに覗くんですけど、
主に競馬ですよね。まあ、競馬が好きなんじゃないですか。で、写真もないです。もう競馬の馬券とかさ、ね、乗っけてると思うんですけど、あとは、バンドのポストも少ないんですよね。何でしたっけ？なんか、株だっけ？政治だっけ？あと競馬ですよね。まあその辺ですよ。もうバンドに関するポストはあまりしてなかったと思います。はいっていう感じですよね。これで納得していただけましたでしょうかということで。で、最後は、こちらになります。はい、Twitter でも、トレンドで上がっております。まあ、X Japan の、ワールドツアー、再始動、復活は、あるのかっていうことなんですけど、皆さんこれ、どう思いますというか、まあ、熱いファンというかさ、はい、こちらをご覧ください。はい、どこの誰かわかりません。高橋さんどうもこんばんはってことで、人間は、他人に興味を、持たれるかって、結構重要。YouTube とかで、動画を上げられ、いろいろ考察される時点で、よしきは、興味を持たれてるってこと、どうでもいいと、思われてたら、そんな動画も存在しないし、動画上げたとしても、誰も見ない。それだけ、よしきに興味ある人が、たくさんいるってことで、下が、未だに、よしきのドラムは、下手とか言ってる人を見ると、ただの、妬みか、よしきのこと、何にも分かってないんだなって思う。お前も分かってないでしょ。俺からしたら、よしきのドラムプレイが、好きだし、ドラムが下手だと言われても、それが何って思う。よしきに憧れて、ドラムを始めた人が、増えたのは、すごいことだと思うと。あ、これは間違ってないんじゃないですか。そう、クソジジイに憧れて、まあ、始めた方は多いんじゃないですか。って、僕は思います。まあ、上手いか下手かってまた別ですよね。そう。だってドラムって速さじゃないんで。早く叩けるら上手いだろうみたいな。違うでしょ。それはまた別なんですよね。で、他には、まあ、こういうのもありますよね。はい、つよしさんですね。僕は、まだワールドツアーについては、疑いしかありませんが、ワールド、ワイドに、新曲の配信が、行われるのだと、思いますと。一番ありそうなのは、新曲が発表されるということでしょう。ライブまで、あったならば、それは上出来で、大歓喜という風にしておいた方が良さそうな感じではあります。ヒーローとかも、発表してほしいし、最悪活動できないのならば、ハイドが歌うのも、僕は期待したいと。で他には、これですね。燃えてもいいし、どう思われようと、いいから言うけど燃えてもいいし全然燃えてねえしパタも、こういう X の話題に、全く触れないし、ヨシキはいつも、期待だけさせるし、トシは、素知らぬ顔で、ソロだけやるし、お前らいい年こいて、何してんだよって、ずっと思ってた、TLRS、ラストロックスターズに、パタが来た時も、すごい複雑だったし、もっと俺たちを、素直に、喜ばせて、くれよ。で、まだあります。ワールドツアーも良いけど、X ジャパンとして、ツアーやるなら、まずは、日本のファンに会場で、ヒースと合わせてあげてほしい。これが一番ですよね。ね。仮にワールドツアー、日本のファンからじゃねえのってね。って僕思うんですけどね。ヒデが、生きてたら、X ジャパンは、ファンをこんな形で、放置プレイなんてしてなかったはずってのが一番の本音だわ。よくさ、あの X の話題で、ヒデが生きてたらこうしてたとか、ヒデがね、生きてたら、ヨシキを、説教してたとかさ、そのようなポスト見るんだけどさ、いくらでも言えんじゃん。でしょ。ね。よくさ、なんか亡くなった人をさ、買うよね、利用するよね。で、最後です。今日ヨシキさんの、インスタのリールが、投稿された、7月19日の、ムステの、トシさんの写真、龍源トシではなく、トシに、なっていた、本当かどうかはわからないが、パタさんが、近々、重大発表が、あると言ってたらしい、これは、期待しても、いいのかよと。まあ、ごチャンネルにも同じような書き込みあります。さあ、同じような書き込みあるんですけど、まあ、ボーカルがいないとかさ、まあ、ベースいないと。ね、再結成するんだったら、ベースは誰になるんだと。ね、クソ父は、まあ、体力持つのかよ。ね、そのような、まあ、書き込みがありました。で、皆さんはどう思いますか？はい、僕なんですけど、まあ、ただの釣りだと思いますよ。まあ、先ほど言いましたけど。まあ、ワールドツアーをやるんだったら、
ピアノじゃないですか。ピアノで、まあ、XJAPAN の新曲はどうなのか知らないですけど、はい、ピアノで、まあ、ソロツアー、ワールドツアーを、行う可能性はあると思いますが、XJAPAN として、バンドとしては、僕はないと思います。まあ、今の現状を見て、と思いますけどね。まあ、ちょっとしたさ、こういう、M ステのね、流言都市からさ、まあ、都市に変わった、都市になっただけでさ、もしかして X、仲直りしたのみたいなね。そのようなね、なんか期待というかさ、ないって、ね、数十年はないと思うよ。はい。結局、二人残るんです。そう、二人残って、何年後か分かりません。もう何十年だと思いますよ。で、二人で、まあ、そろそろやろっか、みたいな。ね。俺たちしかいないし、みたいな。と思いますよ。僕は。はい。あくまで僕の、はい。僕はそう思ってるだけなんで、ね、まあ、皆さんはどう思うか分かんないですよ。まあ、XJAPAN じゃない、まあ、アルバムもそうですし、まあ、ツアーを行うんじゃないかと思ってる方もいらっしゃると思います。でも、メンバー集まらないと思うんですよ。あるとしたら、ラストロックスターズのメンバー混ぜたり、去年の紅白みたいにさ、なんか適当なさ、まあ、このチャンネルでは有名かもしれないですけど、世間一般的には無名じゃないですか。まあ、去年の紅白に出演したなんかね、ゴミみたいな人だって。そう。ああいう連中を呼んで、何かやる可能性があるかもしれないですけど、まあ、ないんじゃないですか。僕はソロツアーだと思いますよ。あったとしても。ピアノの。はい。それ以外は僕考えられないですけどね。あとは、まあ、リハーサルを控えてるんで、まあ、DS で、何か披露する、まあ、新曲だったり。そう、新曲だったり、ラストロックスターズじゃないですけど、まあ、今回は、まあ、1000人呼んだりするんじゃないですか。と、僕は思っております。はい。それで新曲の披露みたいな。はい。アルバムなんかないでしょ、こんなもん。今更出したところで、アルバムをリリースしたら、ツアー期待するでしょ、ツアーしてくださいみたいな。でしょ、もう誰もって思いません？ラストロックスターズでさえ、東京だけですよ。ですよね。どこも回ってねえですよ。ね、今更全国ツアーやワールドツアーなんて、クソジジイの頭にはないと思うよ。一人ではあると思いますけど。まあ、ピアノだけみたいに。そう、ソロツアーはあっても、バンドとしては、まあ動かないんじゃないかと、僕は思います。まあ皆さんも、まあ何か、思うことがあるんで、あると思うんで、コメント欄の方に、お願いいたします。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。